所さんの学校では教えてくれないそこのところを見ました。この番組の使わなくなった学習机をリメイクする企画が面白いんです。今回はお父さんからの依頼で、もうじき結婚する娘の学習机をリメイクしてプレゼントしたいって言って家具職人の人にお願いするんです。で、学習机をバラバラにしてそっから棚とか作るんですけどね、棚だけで終わらないんですよ。どうやらこの棚変形するらしいんですよ。何になると思います？車になるんですよ。車ですよ。いらんトランスフォームさせんなって思うでしょ。それとも何？これ作った時トランスフォーマー見立てやったん。ほんでしかもこの車乗れるんです、うん、まず棚として使おうぜ。いや、なんかね、この娘が子供の時にプール教室に通っててお父さんが車で送り迎えした思い出があるから、家具職人の人が地域化して車作ったんですって。いやいや、さすがにですよ。この車見てもプールのこと思い出さんでしょって感じですよね。でも僕はこういう良かれと思ってから生まれる謎プレゼント、毎回どんなん出てくるか楽しみなんですよね。